皆さんこんにちは。ジビエとオープニング楽曲を手掛けました吉田兄弟です。さて今回のオープニング楽曲をお聴きいただきましたでしょうか。はい、杉蔵さんとの共作ということで、葬式の、青木さんが疾走感を求められまして、作ったはいいものの、非常に難しいテクニックになってしまいました。そうですね、もうテクニック的にもテンポ的にも体力的にも結構ギリギリですけど、杉蔵さんから求められるままに答えていったらそうなんで、はい、というかですけれども、この間ライブあったんですよね、GB8、初ライブお披露したんですけれども、バンドからも難しいと言われてまあ僕たちも難しいですね。そうですね、はい、今回のジビエトですね、僕が20周年アルバムの吉田寺さんにも収録されていますので、ぜひそちらの方も聴いていただければと思います。そしてついに今年の7月に、はい、アニメジビエトが全世界に向けて公開ということなんで、もう少しですよ。どうしよう、すごい反応楽しみだね。でまだ公開前で今公演ですから、すごいことになるね。僕らもこう日本飛び出して、世界中でですね、そしてこのジビエトを世界にですね、盛り上げていきたいなというふうに思ってますけど、はい、でこのオープニング楽曲は世界中で結構いろんなところからご好評いただいてるっていう、はい、これいただいてるんですよね。この生の演奏ね、日本だけじゃなくて、僕らがジビエトの楽曲を演奏するというタイミングもぜひ楽しみにしてもらいたいなと思います。さて僕らもね、はい、先ほど伺ったんですけども、ジビエト最後のクリア、最後のオールスターがついに決定いたしました。素晴らしい。これあれですよ、皆さん想像してるところが超えていますね。あ、そうだ、あの人がエンディングテーマとは、はいはい、どんな楽曲か僕らも楽しみにしています。最後までご覧いただきありがとうございました。あっという間でした ね。もっと語りたいことあるんだけどでも来週の動画コメントがもう決まってるんで、そう言っていいこと悪いことかね、いろいろあるから、はいはい、あんまり言わない方がいい。今必死にね、そうだね、アニメーションの制作をしていて、あろうあろう監督の富野雅彦さんで、早くね、オープニング楽曲に載せたアニメーションを集団の今日見たいところですけど、今必死に監督が待ってる、必死にやってますね、楽しみに待ってますよ、はい、皆さん来週をお楽しみに。